皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日のテーマ発表させていただきます。今日のテーマはスガキ屋のお土産で飲む、そんな感じです。では早速いきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、プレミアムエビスですね。いいビールです。早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡少なめかな、まあいいでしょう。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。今日は外めっちゃ雨降ってるけど、それでもビールはうまい、そんな感じです。はい、スガキ屋のお土産一つ目屋はこれです、メンマ。はい、今日のやつは別にね、誰かのお土産っていうわけじゃなくて、スガキ屋でお土産用に売ってるもので食べていくっていうことですよ。まずはおつまみ一つ目、メンマ。メンマもね、ここ書いてあるようにお酒のおつまみになるからね。では早速これ開けていきますよ。お皿に移してきますね。少々お待ちください。はい、お皿に入れてきましたよ。まあ見るからにメンマっていう感じやね。まあスガキ屋のラーメンに入ってるやつやから、めっちゃ見たことあるよね。早速これをねいただきますよ。結構俺このメンマ好き。はい、メンマいただきます。いつもながらのラーメンに入ってるメンマやね。これはビールに合う。はい、メンマさらにいただきますよ。と思ったらなんか箸が出てきたね。あの箸誰の箸？あれ君誰？おいらゴンタだよ。また名古屋からやってきたんだ。試合があるからね。このな雨降っても体育館でやる競技だから、卓球っていうのは雨で中止にならないんだよな。だから俺大変だけど頑張るよ。まあとりあえず今日はこのメンマを食べて力つけるからね。ではいただきます。これは俺名古屋に今いるから、なんか馴染みのある感じで、まあまあうまいね、そんな感じです。はい、さらに俺もいただくよ。一旦お皿に乗せてこれかけていくよ。はい、吉野家の七味、これかけたらピリ辛になってうまいと思うからね。吉野家の七味は風味がいいからね、俺好き。では早速、はい、いただきますよ。はい、ピリ辛になって結構うまいよ。これはビールが進むくん。お、ゴンタも七味かけてし、このメンマ食べんのか。どう？おいら
吉野家の七味売ってて嬉しいな。食べたことないんだよな、家では。まあまあうまいかな。ただちょっと俺の口には合わないかもしれない。まあ俺の場合ビール飲まないタイプなんでね。そんな感じです。はい、そして次はスガキヤラーメンの肉。いいよね、こういう肉をね、店でお土産用って言って売ってくれるからね。別にお土産じゃなくても俺は普通に家でよく食べるよ。よくって今回2回目やけどね。はい、ではちょっとねこれ厚めに切ってこようかな。まあスガキヤのラーメンの時はペラペラやからね、厚く切ってね、そして焼いて食べるとうまいよ。ではまずは切ってきますよ。少々お待ちください。はい、スガキヤラーメンの肉切ってきましたよ。これぐらいね厚めに切るとうまいからね、焼いて食べるとめちゃうまいよ。そして今日も焼いてくれるのはもちろんこいつ、はい、屋台横丁さん。では早速焼いていきますよ。はい、ではスガキヤラーメンの肉焼かしていただきます。このスガキヤラーメンの肉はね、もちろん豚肉なんやけどスペイン産よ。スペインって結構ね豚肉が有名なんでね、いい感じやね。はい、俺の分と嫁さんの分とそしてゴンタの分、6枚か目いっぱいやね。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。早速いただきますよ。めっちゃうまそう。はい、ではいただきますよ。めっちゃうまそう。いい感じやね。これバラ肉らしいよ。もう味はねついてるからね。いただきます。はい、最高にうまいね。めっちゃうまい。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本切りいただきます。そしていつものようにYouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。うまい。はい、いい感じに焼けてるんでゴン太くんも食べてみるか。どうぞ。スガキヤの肉焼いて食べたことないよね、多分。そうだよ、オイラスガキヤは行くけどね、まだね焼いて食べたことはないんだ。
そして俺は猫舌だからフーフーをしているよ。喋りながらフーフーしてるよ。はい、じゃあそろそろ食べてみようかな。ちょっとビビりながら食べてる俺がいる。熱い熱い、あんだけフーフーしたのに熱い。でも結構うまい感じもするな。そして消化活動でちょっと飲んでみよう。俺は今日はでかいやつでいただいてるよ。飲むよ。やっぱりお茶はうまいな。お茶に合う、そんな感じです。はい、そしてこれはやばいね。めっちゃうまいね、多分いただきますよ。ただ一旦お皿に乗せてこれかけていくよ。はい、一休堂の京一味。はい、こんな感じかな。これでまたピリ辛になってね、うまいはず。いただきますよ。はい、ピリ辛になってめっちゃうまい。これやばいよ。これは言うことナッシング。あんたもう一枚食べるか。はい、おいらこれね、吉野家の七味をかけて食べたい感じ。この吉野家のね七味、俺も好きやからね。ではいただくよ。暑い暑い、やっぱり俺猫舌やからな。ちょっとお茶飲まなあかんけど、蓋開けんの忘れとった。ちょっとやばいけど飲んで消化活動するよ。でもこれはうまいな。うまいけどちょっと咳込むよ。そしてこれはやっぱり俺は名古屋から来た人間やから最高やね。やっぱりスガキヤ最高やね。そんな感じです。今日もスガキヤありがとうが言いたいね。やっぱりスガキ屋の肉って俺大好き。あのメンマも結構好きよ。そんな感じ。やっぱりね、ラーメンの具材って俺基本的には全部好き。そんな感じ。ところでサルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。いやーチンさん、これですね、キリンの晴れ風、いい色してるビールですよ。しかもロング缶。これね、そこの正面に座ってるあのおばはんにもらいました。なんでかっていうとね、そこにはいつものおばはんの席にはゴンタがいるから。俺の弟子のね。なあゴンタ、ゴンタ、名古屋から来たんか。あの来る前にまず一番に先生である俺に言ってこいよ。なんで今回なんかおばはんとかに先に言ったんよ。まずはお師匠さんであるサルちゃんに言うべきちゃうんかな。あゴンタ、
魂抜けてるな。ゴンタもオバハンと全く同じやな。また携帯にらみつけて魂が抜けてる。同じ行動するんやね。やっぱり親子やからめっちゃ怖い感じ。まあそれは置いといて、今日は俺のもう一人の弟子の大谷翔平くんがまたホームラン打ったね。ほんとあいつも俺の教え通りにしたらホームラン打てるようになるからね。こないだは電話かけてきたからね。サルちゃん先生、俺ちょっとスランプで打てなくなったんですけど、どうしたらいいですかって言われたんで、ちょいでパコーンって一応バットを置いて距離感を確認してから、ちょいやで、わかったかって教えたら、その通りにして今バンバン打ててるっていう、そんな感じよ。まあまた翔平くんね、スランプになったら連絡してこい、いつでも教えてるから。ということで今日はおばはんに晴れ風もらったんで、お礼だけ言っとこう。あ、なんで晴れ風かっていうと、おばはんなんかゴンタが帰ってきたから晴れ晴れした気分になったんやって。まあそんな感じやで。ということでお礼言うよ。おばはん今日はなんかゴンタが帰ってきて晴れ晴れした気持ちになって、そのお裾分けでサルちゃんにも晴れ風くれてありがとうの、それだけ言っとくで。そんな感じで今日はサルちゃんも晴れ晴れした感じです。以上。そうやったよね、サルちゃん。大谷翔平電話してくるんだね。よう分からんけど、まあとにかく今日はスガキ屋が美味しかったっていうことでエンディング行こうか、ゴン太くん。ではゴン太くんエンディング行きます。ということでエンディング行きます。ということでいいかな、サルちゃんもゴン太も。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。